二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。今日はですね、ポッドキャスト収録会の模様をお届けします。で、今回は、大阪で、美容室を、これから経営されるということで、すぐもう来月にオープンされるということなんですけども、長野さんに、来ていただいて、長野さんから質問を回答していきたいと思います。それでは、長野さん、よろしくお願いします。お願いします。で、早速なんですけども、何かこう、今ホームページをね、長野さんからは、ご依頼いただいててですね、そのオープンまでに、ホームページ制作を、何とか今間に合いそうな状態なんですけども、そんな中で、何か質問があればってことで、多分今日お越しいただいたと思うんですが、何か質問を聞いておきたいこととかっていうのはありますかね。そうですね、ホームページの方を二藤さんに作成していただいてて、それをこう作る過程で、その自分のお店の売りとかっていうことはこう明確にこうやってはいけてたんですけども、実際そのオープンした時に、実際そのホームページの運用もそうですし、あとはそのホームページがその上位表示されるまでの期間の、PPC の使い方であったりとか、メインとしては聞きたいことはやっぱり販促集客と、あとはそれに対してのリピートっていうところをちょっと聞きたいなと思って本日参加させていただきました。はい、今実際その会社ではその何ですか、店長とかマネージャーとして仕事をしてたっていう経験はあるんですけど、やっぱその完全に一人でやる個人サロンっていうのも全く初めての経験なので、もう今までのやり方も全部捨てたいなと思って今回開業決意したので、そのあたりこうクライアントさんの事例なんかも踏まえて何かアドバイスいただければ嬉しいなと思います。はい、そうですね。でもすごく、今まで僕もこういろんな講座とか、コミュニティとか、コンサルとかもやってきたんですけど、そのオープン前に、その意識というか、長野さんのみたいなこう集客を、どうしようかとか、考えられてるってことがまずすごくいいことで、結構多くの人が、お店を出してからなんかいまいち売り上げが上がらなくて困って相談に来るっていうことの方が圧倒的に多いんで、僕からすると超楽勝だなって感じがするんですよ、正直。もっと言えば、その物件をじゃあどこの物件からどこにした方がいいとか、そういうところから相談いただくのが一番ベストはベストなんですけど、でも物件の場所とかその立地とかは関係なしにしても、そのリアルの立地がどうこうよりもネット上の立地っていうのが非常に重要になってくるので、それをいかに、構築しておくかっていうのが、重要かなと思います。で、それはオープンまでに、やれることは全部やった方がいいと思いますし、もちろんオープンしてからも、やると。で、僕自身がいつも、自分のお店を出す時ってそうなんですけど、お店を出すまでに、やることっていうと、もう1ヶ月前ぐらいからもホームページっていうのはもうほぼ完成するような状態、遅くても 2,3 週間前ぐらいに、ホームページを完成させて、でそこから、もちろん Facebook ページだったりとか、Instagram だったりとか、のも作っちゃう、で、Facebook 広告だったりとか、Instagram 広告とかも出しちゃいますね。そのもう1週間前とか2週間前ぐらいに、で PPC 広告も出しちゃう。でそれはホームページ上もそういう風な設定にしとくんですけど、これから、何月何日にオープンしますみたいな感じで告知しとくと。でさらにそのオープンキャンペーンみたいなのも、告知しとくっていう感じで、何でもそうなんですけど、例えばそうですね、今ってこうスニーカーとかすんごい流行ってるじゃないですか。で何かと何かのコラボの、よく僕も最近メルマガ書いてますけど、ホワイトとナイキとかもそうだし、
何でもそうなんですけど、まあ、そういう時って最初に告知してるんですよ絶対。で告知して、なんだこの商品はとかっていう風に刷り込ませて、いざじゃあ何月何日に、発売します。で、みんながそれを見て、でその日の予定を開けて、そこで一気に皆さんが買うっていう、形、購買意欲を持たせてっていう感じの流れにしてるんですけども、まあ、そういったことを、まあ、経営する上でもやるべきだなというか、出店する時っていうのはやるべきだなっていうのは僕は思ってるっていうことですね。だから、まあ、一番何が言いたいかっていうと、そのオープンしてから、慌てるんじゃなくて、最初に仕組み作りをいかにしておくかっていうことが重要ですよっていうことですね。で、まあ、だから長野さんが今やれること、まあ、どこまでやってるかは分かんないんですけど、その、まあ、Facebook ページ作って Facebook 広告流すとかはできるかもしれないですし、まあ、ホームページができれば PPC 広告を流すってことは全然できるかなっていうのと、あと集客サイト、ポータルサイトですね、ポータルサイトも、載せた方がいいかなっていう感じです。で、なんで、まあ、ポータルサイトってこう結構載せたがらない人も多いんですけど、僕の考えと今の流れ的に、なんかお客さんが最近、まあ、情報がこれだけ溢れちゃってるから、あのいろんな情報をこう見ること、まあ、スマホを皆さん持ってるんで、見ることにこう、なんていうのかな、そんなに、まあ、情報を見ることに長けてるというか、昔ほどネットリテラシーがない人が少なくなっちゃってるなっていうのを感じてるんですよね。なんで、その例えばホットペッパー見る、楽天ビューティー見る、ホームページ見る、フェイスブック見る、じゃあ集客行ってみようかなって思う人がいたりとか、まあ、実際にお店をこう通りがかりに見て、なんかあそこにお店がある、ホームページ見る、ホットペッパー見る、じゃあ、あそこに行こうかなとか、そういうふうにいろんな情報を見て自分を納得させた上で来店するっていうのが最近の、感じてることなんですよ。もちろんホームページ1個作っただけでも、もちろん集客は10人とかもしかしたら行く可能性はあるし、もっと言えばハマれば30人とか下手したら50人とか行く可能性は全然あるんですけど、でもそれっていうのは結構やってみないと分かんないところがあるんですね。そのエリアだったり、その業種によって、まあ競合が多い場合もあるし、そういったニーズがに沿ってるエリアの人たちが、需要がある場合もあるしっていうところがあるので、まあ僕の場合はもうやれることは全部やっちゃうっていうことですね。ただ、まあ、なるべくお金がかからないというか、費用対効果の高い集客サイト、ポータルサイトを選ぶということは意識しているという感じですね。はい、その PPC をやる際に、はい、まあ、その Google の AdWords とかやるときに、はい、そのまあ、要はその業者さんを使ってやるのがいいのか、はい、その自分で直接問い合わせてやる方がいいのか、うん、どっちの方が、まあ、業者さんが、まあ、僕長妻さんっていうその PPC 広告のプロの方と今一緒に講座とかもやってるんですけど、まあ、長妻さんみたいな人だったらありかなとは思いますけど、あんまりこう PPC 広告用で上手にできてる人を知らないっていう感じですね。まあ、長妻さんからもこれは話で聞いたんですけど、その例えば、まあ、大阪美容室とか、まあ、そういうビッグキーワードと言われるようなキーワードで PPC 広告を出すっていうのは当然やるんですけど、僕らが考える PPC 広告っていうのはもっとニッチなキーワードで、PPC 広告を出すっていうことをやるんですね。でそれは何でかっていうと、まあ、そんだけやっぱ大阪美容室とかっていうキーワードだと競合も多いし、クリック単価もすごく高くなっちゃう、 PPC 広告の費用が高くなっちゃうんで、例えば大阪美容室って検索する人が月間3000人ぐらい、3000回ぐらい検索されてるとしても、それだけやっぱホットペッパーだったりとかの PPC 広告出してますし、ワンクリック多分400、500円とか下手したらしちゃうんですよね。でそうすると小さなお店をやってる方にとってちょっと厳しいかなっていうふうに思うんですよ。1回クリックされたからって集客につながるかって言ったら絶対つながらないんで、まあ、大体そうですね、よくて10回クリックにつき1人来店するっていうのが、PPC 広告の目安かなっていうか、ホームページがそれはそれなりにその制約率の高いホームページにしてないと難しいんですけど、なので僕の考え的には自分でまずはやってみた方がいいんじゃないかなって。そんなに難しくないですよ、実際やってみると。じゃ今その作ってもらってる
要は成約率をどうしても上げたいので、はい、ってなってくると今の売りに合わせたこうニッチなキーワードというか、うん、そういうのをこう組み合わせてやるのがまあ理想かな、ね、もちろんそれも入りますし、うん、まあぶっちゃけいかにこうさっきも言いましたけど、ウェブ上にネット上に露出するかっていうのがまずは結局お客さんが来ない理由っていうのは知らないから来ないっていうのがまず一番大きい理由なんで、まず知ってもらうことっていうのが重要なんですよね。だからあんまりその PPC 広告のキーワード選定に関してはその売りに基づくキーワードっていう認識もちろんそれも一つなんですけどじゃなくても全然 OK です。例えば、なんだろう、大阪美容室、まあ、パーマが強いお店だったとしても大阪美容室カラーとかっていうキーワードでも全然出していいしっていうことですね。強いのとこう弱いのを複合して出すのがいいですか。結構その PPC 広告のキーワード選定でこう、まあ、苦手な方、まあ、これは多分その、ね、まあ、僕自身結構そういうのを昔、かなり昔ですけど、うん、あのアフィリエイトみたいなこともやってた時代が 3,4 年前とかであるんで、そのキーワード選定の仕方っていうのが分かってるっちゃ分かってるんですよね。でそれが苦手な人っていうか知らない人が多いんで、まあ、アドバイスできることと言ったらもうとにかく、検索数が月10とか10回ぐらいのキーワードでもいいから、出しまくるっていうのが重要で、じゃあ例えば今、お台場で収録してますけども、その例えばお台場美容室とかお台場美容院もそうですし、お台場美容室メンズもそうですし、お台場美容院メンズもそうだし、お台場メンズ美容室もそうだし、お台場メンズ美容院もそうだし、お台場床屋もそうだし、お台場散髪もそうだし、お台場散髪屋もそうだし、お台場カットもそうだし、お台場シェービングもそうだし、もしくは台場って調べる人もいるかもしれないんで、台場カットとかってもう全部ありますよね。お台場海浜公園駅から来た人もいるかもしれないですけど、お台場海浜公園駅って調べる人もいるかもしれないし、東京テレポート駅って調べる人もいるかもしれないですし、台場駅って調べる人もいるかもしれないし、港区台場美容室って調べる人もいるかもしれないしっていうふうに考えうる、キーワードをとにかく出すっていう。そうすると1個の、お台場っていうまずワンワードというか一つ目のキーワードに対して美容室もあるし美容院もあるし床屋もあるし散髪もあるし、でさらに美容室からメンズもあるし、まあ、カットもあるしカラーもあるしパーマもあるし宿毛矯正もあるしっていうふうに、なんていうのかな、出していくともう無数にあるんですよね。でそれを、もう下手したら、まあ、1万キーワードとか、出てくる可能性ってあるんですけど、それを PPC 広告出すってやると、そこからお客さんが来てもらえるっていう。そうすると大阪美容室とか例えば3000月間調べられてるとしても、そういった月10回とかって調べてるキーワードを、何個だ300個とか作れれば合計3000とかになるわけなので匹敵するし、しかも費用対効果も高い。下手したらワンクリック10円とかっていうのも出てくる、下手したら1円とか数円のも出てくるっていう考え方ですね。なのでまあ近隣のまあ、大阪とは言っても、エリアがあると思うので、そのエリア名だったりとか近隣のエリア名なんとか駅とか、まあ、お台場だったら有明とかも近いから有明駅とか有明とかでも全然出しても OK っていうですね。来てもらえる可能性がある距離範囲内だったら全然 OK ですし、その沿線上とか電車の沿線上とかでも、出しちゃっても OK っていう感じですね。まあ、臨海線だったら新木場駅とかっていうのがここから10分ぐらいにあるんですけど、何駅かとなりぐらいに、でそこで広告出しちゃっても OK ですよ。お台場だったら来てもらえる可能性あるなっていう。そうすると無数に出てくるっていう。もうとにかく PPC 広告の、肝の部分はそのキーワード選定なので、それさえ間違えなければわざわざ業者さんに任せなくてもいいかなっていう感じですね。よし、で進めていけば結構わかるんで PPC 広告は。あ、はい、また迷ったら、はい、ちょっと全然相談してください。はい、はい、他に何かありますか。そうですね、であとその、まあ、今その売りを、はい、今そのサロンとしてしっかり作ってもらったんですけども、はい、まあ、後はその、まあ、僕も奥さんと一緒にちょっとお店をやっていく感じになるんですね、はい、でホームページの方には、まあ、売りをせっかく作ったので、はい、こうごちゃごちゃしないように、はい、まあ、載せないでおこうと、うん、思ってはいるんですけども、はい、まあ、そこのまあ告知の仕方、今はまあ口コミとか、はい、そのリアルなアナログでちょっとこう認知させていこうかなと思うんですけども、はい、まあ、そのあたりで何かこう
例えば夫婦でされているサロンさんの事例なんかで、はい、こううまくいってるよとかそういうのがあれば告知のさせ方とかですね、なんか教えていただきたいなと。そうですね、奥さんとやる上でってことですか。そうですね、奥さんが今理容師で、はい、まあ、エステティシャンなんですよ、はい、で僕が美容師と理容師なんですけども、はいはい、まあ、僕女性のお客様をやれることがやっぱり限度があるんで、はい、やっぱそのお客様のニーズに深いところまで対応できるのが奥さんなので、はいはい、まあ、そこをちょっと拾えたらなというところですね。はい、で美容師免許もあるんですか。美容師免許持ってます。ああ、なるほど、はい、そうだな、難しい。別にでもまあやり方としてはあんま変わらないんですけどね、まあ、単純に今の状態でそのまあ売りを作ったじゃないですか、はい、あのまま、まあ集客できてて、はい、でそこに対して そのリピート率とかそのお客様満足度を上げる上で奥さんがいて、でそれでさらに突っ込んだそのエステだったりとかそういったサービスを提供するっていうのでまずは1個はいいのかなとは思うんですよね。でもさらにそこで、売りを作って奥さんの強みも生かした売りを作るっていうんだったらまた再構築する必要もあるっちゃあるかなっていう感じですかね。あくまでその基盤としてはまあ僕がしっかりホームページも生かしながらこうしっかり作って、うん、でそこからこう誘導するというか、うん、満足度を高める付加価値としてつけるっていうイメージです。そうですね、の方がいいかな。まあ、もちろん今の売りよりもその奥さんの持ってる武器とかが、もっといい、それを つないだ方が組み合わせた方がいい売りになるっていうことだったら、まあ、売りを再構築してもいいかもしれないですけど、まあ、何が、そこで難しいかっていうと、あんまり武器がこう増えてくるとなんだか分かんない店になっちゃうっていうところなんですよ。なんで、そこまで、奥さんの、特技とか武器が、売りに変化、今の売りと比べてそこまで、押し出せるものじゃないというか他の店と差別化できるようなものじゃないんであれば、今の状態で集客してって、お客さんの満足度を上げるために奥さんのサービスを提供するっていうのが一番いいかなっていうふうに思いますね。はい、わかりました。大丈夫です。そうすればまあ単価も上がるし、はい、リピート率も上がるしっていうことにつながっていくと思うんで、はいはい、まあ、もちろん奥さんがやるようになったら奥さんの情報も載せて、はい、ホームページ上にもそのエステなど何なのっていう、武器とか特技っていうのは載せちゃって構わないと思うんですけど、はい、ではまず PPC をホームページできたら、はい、自分でぜひ運用してみてやってみてください。わからないことも大丈夫、はい、聞いてください、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、ということで、まあ、結構長くなっちゃいましたけども、まあ、実際に、まあ、大阪でこれから、ね、美容室を、オープンされる、永野さんの質問に答えていきました。永野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。